白号銀針の茶葉白号銀針シラ茶は、主に中国の福建省や水南省で生産されている中国茶。製法による中国茶の分類の一つである弱発酵茶。茶葉の目に白い産毛がびっしりと生えていることが名前の由来である。そのような特徴を持つ茶葉を白号と呼ぶが、白号のある茶葉がすべてシラ茶に用いられるわけではない。積まれた茶葉を 胃腸した後に、火入れして乾燥させるだけという、中国茶の中では、特に乾燥な工程となっている。六大茶類の中では、唯一白茶だけが、10年を施さない。胃腸は地域により、屋外での日光胃腸をする場合と、室内胃腸をする場合がある。いずれも、送風機を用いたり、揉む、揺らすなど、人為的な発酵の促進はしないため、発酵はゆっくりと進む。 発酵といっても、黒茶の微生物による発酵を施した茶とは異なり、茶葉と元々持つ酸化酵素による酸化発酵が中心となるもので、黒茶以外の他の発酵茶と同様である。この段階で水分の9割ほどは蒸発している。胃腸が完了した茶葉は、カゴと呼ばれる竹でできたバスケットに入れられ、とろ火にかけて乾燥。これにより酵素発酵が止められる。白は、 茶葉が未だ熱いうちに紙袋に入れられる。この目的は茶葉が熱く柔らかいうちに袋に詰めることで破損を防ぐためと数日間意図的に蒸れさせることでさらなる熟成を促すためである。ただし、この工程は非常に熟練の技を必要とし、多くの白茶は蒸れ臭を伴う。最高品質の白茶には蒸れ臭がなく、色も均一なヒス色をしている。 灰色や褐色化した白茶は、胃腸の際に層が厚すぎたり、取り扱いが乱雑だったことを示している。多くの中国茶とは異なり、もみみ込む工程がないために茶葉そのままの姿で出荷される。そのため茶葉が揺れ動く様を楽しめるように、入れる際には耐熱ガラスに90度前後のお湯を注いで飲むのが一般的。こうすることで、茶葉がまるで笹の葉のように、 ゆらゆらと揺れ動く様子を楽しむことができる。また、冷たい水で入れても美味しく飲める。香り味わい,い、水色ともに上品で後味がとても甘い。また、白茶には祝水、夏バテに効くといった効能や下熱作用があると言われている。主なものに、白棒、原神、白牡丹、タン、小飛吹繭などがある。日本ではあまり飲まれない、珍しいお茶だが、朝日白茶、 本砂防白いお茶、朝日白ウーロン、ジャワティストレートホワイトなどのペットボトル飲料も発売されている。なお、インドやスリランカでもここ数年、差別化、ブランド化の一環として、白茶生産を開始する事例が出てきた。ありがとうございます。